はい、こんにちは。今日は塩焼きからで作る組み合わせデザインのご紹介です。まず、カラーゼルを塗っていきます。こちらは立花ゼルの 240S 版を適度塗りしていきます。シワで丁寧に塗っていきましょう。上に重ねていくので、多少ムラがあっても大丈夫です。にオーロラフィルムをつけていきます。全体的につけるのではなくて少し間隔を空けてつけています。そしてこちらはシャレドワのミラーパウダーサンディーゴールドですね。こちらをポンポンと置いていきます。次にカラージェルを置いていきます。こちらはプリジェルの S809 番ですね。シアのカラーなのでクリアジェルはなしで大丈夫です。濃淡が出るように塗っていきましょう。筆先を使うと上手にできます。こちらで硬化していきます。ここにピンクブラウンのフィルムをほんの少しだけつけていきます。ちょっとキラッとさせていきます。次に先ほど置いた黒のカラージェルの上をラインを取るような感じで塗っていきます。線を濃淡つけるといい感じです。こちらで硬化していきます。次に再度オーロラフィルムをつけていきます。1回目につけたオーロラフィルムに重ねるようなイメージです。次にカラージェルを3色重ねていきます。まず 003MS 立花ジェルですね。こちらを重ねていきます。塗りすぎ注意ですね。黒の上にも重ねますが重ねすぎ注意です。さらに 004MS 番で白の濃淡をつけていきます。最後にベースで使った 240S 番で黒と混ぜすぎないように少し塗っていきます。プラで一度硬化します。また再度オーロラフィルムをつけていきます。少しキラッとさせていきます。白のカラージェルで濃淡をさらにつけていきます。奥行きを出すように意識していきましょう。こちらで硬化していきます。最後にノンワイプトップジェルで仕上げていきます。端まで丁寧に塗っていきましょう。こちらで完成です。ヘアジェルを使わずにおしゃれなニュアンスネイルができるのでぜひやってみてください。本日使用した材料はこちらになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。